J. マルセイリフチボーは、ブラジルパラナ州、クリチバを本拠地とする、サッカークラブである。クラブは、マルセイリ一家とトロンビニ一家によって1994年12月27日に、クルーベ・マルトロンとして創設された。クラブ名のマルトロンは、マルセイリとトロンビニからなるか番号である2000年、コパジョアン・アベランジェの、モデロスベルデイ・ブランコプレイオフにて、 ウベルランジア EC を破り優勝した。決勝トーナメントでは、ラウンドオブ16でクルゼーロ EC に敗れた。2005年に、クラブは J マルセーリフチボーに改名された。2007年、コパパラナ決勝において、ロンドリーナ EC を破って優勝し、これにより同年のレコパスルブラジレーラ、翌年のコパドブラジルとカンピオナートブラジレーロ、セレーシー出場権を獲得した。 2009年2月5日に、クラブは SC コリンチャンス・パウリスタとパートナーシップの契約を結んだ。それに伴い、クラブ名も SC コリンチャンス・パラナインセに改名し、ロゴとキットも同クラブに似たものが採用された。2012年8月10日に SC コリンチャンス・パウリスタとのパートナーシップ契約終了後、クラブ名を元の J ・マルセリーフチボーに変更した。 ありがとうございます。